ウェブカメラのスタイリッシュウェブかっこいいんだけどな。ウェブカメラってこれ何なの？補正入ってんのかな勝手に。でも鏡で見ると、俺写真で見ると誰だこいつなんだけど、鏡で見る自分とウェブカメラで見る自分かっこいいと思ってんだよね俺。写真で見るとそうでもないんだよな。イベントの写真見るたんびに、あれこんなはずじゃなかったのにって俺いつも思うんだよね。こんなはずじゃなかったって思う。俺変な顔して撮ってる写真ですら、でも自分で撮る写真俺結構好きなんだよね。あの変な顔して撮ってる写真は結構好きなんだよね、一周回って。うわっ、早えぞあいつ。悪いな、お互いクソエムだったな。一人称じゃないと当たんねえ。何の話しようと思ったっけ。まあほんとね、写真とかサインとかもっとできればよかったんですけど、いやできなかったから申し訳ないですね。予想以上にあれがなくてね、申し訳ない、申し訳ないです。だから予想以上に結構詰まってたんよね。もうちょっと表出れるかなと思ってたんだけど、俺意外と出れなかった。やっぱ来てる。俺武器ねえぞ。ハンドガンしかねえぞ。いるぞ、これ真下にいる。隣行った。ハンドガンしか持ってないのを悟られたらやられるな。かかってこられる。いる、ここいるわ。上に、上にいる。隣か。なんだこれ。あ、大丈夫だ。あっち、で、なんかね、移動してたの俺。購読ありがとう。移動中に感謝します。ほんと移動中で、なんだっけな、もうあと2分、あと2分ぐらいでちょっとなんかもう、出れるようにしてくださいって言われて、移動してたんだよね、会場から出て。その時に、小さい子が見てて、俺のことを。なんか、かわいそうやなと思って。かわいそうやなっていうか、まあ、なんか、対応してあげたいなと思って、対応してあげて。で、見てえな。他にも声かけてくださった人がいてね、そこで対応できればよかったんだけど、もうあと時間2分しかないんですいませんってスタッフの人に言われて、そのまま悲しく立ち去ったわ俺。その時の次に並んでた人の顔が忘れられない俺は。結構多分俺より上行ってると思うけど、年齢。めっちゃ悲しそうな顔してたわ。やばいこれ。危ない。もうちょっと前、なんか、のんびりできるイベントの時とかは、ゆっくり対応できるといいですね。ああいう場面で。今回はちょっとそんなに
あれだった。時間がなく。移動したいな。なんかあそこ2人いるんだよな。足の引っ張り合いになりそう。子供ってさ、なんか今いた気がする。小さい子ってさ、恥ずかしいのかな？小さい子多分恥ずかしいんだろうね。俺から多分、ああいう時小さい子に俺から声かけた方がいいのかな？なんか、どっから来たの？ぐらい、何歳なの？ぐらい聞いた方がいいのかな？あまりこっちに来ないんだよね、小さい子って。基本的に。俺がとっつきにくいのか？怖えのかな、やっぱ。怖えよな、そりゃ。小さい子からしたら。来ないんだよね。来てくんないんだよね、小さい子って。多分怖いんだろうな。だってさ、配信で見てる分にはさ、いっきゃっきゃっみたいな感じで見れるかもしんないけどさ、よく考えてみ。目の前にした時に自分より身長とか圧倒的にでかいわけじゃん。27歳男性だよ。もう身長1.5倍ぐらいあるよ。もう小学生の子っつったら。もう小さい子来た瞬間、そこ、片膝ついて目線合わせた方がいいのかな。でかくて怖えわけじゃん。で、よくよく考えたら、もう小学生の子だったら、もうさらに、奥底の心理まで考えるじゃん。こいつ普段配信で叫んでんだよな、みたいな。結構冷静に考えたら、こいつ攻撃的なやつやんだなって。こいつ攻撃的だよなって思うわけじゃん。もうその時点で正直近寄りがたいよね。スタイリッシュヌーブっていうやつには近寄りがたいよね、正直。その時点で、小さい子からしたら。こいつ普段叫んだんだなって。考えた時点で近づけないよね。だから、子供は、もう近づいた時点で片膝ついて、目線合わせて話しかけるぐらいじゃないとあかんねんな。そのまま、肩組んであげると。やべ、その対応神。次からやる。次から小さい子が来たら、小学校何年生って聞いて、そのまま肩を組むなりで写真を撮ってあげると。もうゲームのお兄さんだよ、そこまでできたら。熱いな。クリーンだね。その写真、子供と写真撮ってると、東海テレビさんのカメラすっ飛んでくるからね。この絵使えるな、みたいな。それ以外の時一切俺んとこ来ないからね。それ以外の時スパイギア撮ってるからね。俺見てたぞ。スパイギアめっちゃじっくり撮ってたの見てたぞ、俺。一番使いやすい顔してるからな、スパイギア、テレビに。マジで。俺来ないからな。子供と撮ってる時でも速攻すっ飛んできたの見たぞ。テレビは、東海テレビさん素直なところ見たからね。高橋使いやすい顔してるから、ステージに立ってる時、前で俺の方映してたの。で、俺が、ニヤってしてたら、カメラ速攻切れて、あれ、短いなと思って。で、俺の隣に高橋いたんだけど、高橋についてカメラ向いたの。俺の3倍ぐらい撮ってたからね。どんだけ使いにくいんだよ、俺の顔。東海テレビさん正解。でもそれが正解。まあこいつはいいか。まあこいつはいいか。でも、ファミリーの方とやっぱ写真結構撮りましたから、僕。そん時飛んできたね。飛んできたね、カメラ来る。 あれ使われるかな？デトネーター。子供連れにも大人気。多分それで、そのテロップとともに俺が出てくるよ。
せやな、ニュースでやっとったらしいな。デトネーターの、e スポーツ特集みたいな。ニュースでやっとったらしい。それで、俺ら使われてたらしい。ツイッターにその、すげえじゃん。見てくれたかもな、じゃあ。まあでも俺、似てる人間マジで多いからな。そう言われたんだ、それ。イベントに俺と同じ顔の人がいたらしい。俺が、年取った、みたいな、プラス10歳ぐらい。でも本当に俺と同じ顔の人がいたらしい。言われた。シャガさんに言われた。シャガさんって山田さんだっけな？に言われた。あれって。関さんなんで私服なのって声かけようとしたら、別の人だったらしい。全く同じ顔の人がいたんだって。だから10年後の未来から俺に何かを警告しに来たらしいって言ってた。本当に同じこの人がいたらしい。俺写真撮りたかったんだけど、その人と。すごくね。マジでいたらしいよ、同じこの人。いや、プラス10歳ぐらいって言ってたから俺の父親じゃないと思うけど、全く同じ顔だったって。マスクつけてたんだけど、鼻から上が全く同じ顔だったって。この鼻と目と。まあ、ほんと俺どこにでもいるような顔してるからね。俺 DM 来たことあるもん。今誰、どこにいましたかって DM 来て、どこだっけな、マジ、もうなんか南の方で俺目撃されたからね。どこにいましたかとか言って。全く行ってないのに、俺ずっと家にいたのに、なんか絶対いたと思うんですけど、みたいな DM 来て、なんか、どこだっけな、南の方だったね。大阪よりもっと南だったね。そこで目撃されたからね、俺が実家にいる間に。結構だから俺に似た人いるんだよ。ビビるわ、マジで。どこどこにいましたかって。別人よ。車がなかったのきついわ。マジきつい。アンチ近くてよかったね。まあ歩いてここを突破できるか分かんないけど、これポチンキ突っ切んのがいいのか。これやばくね。この辺行くか。高速どこ行けばいいんだ。マジやばそうなんだよ。移動すんの。どこ行っても死にそう。まあでもこの前姉貴に会った時も言われたんだよな。スタイリッシュヌーブおると思ったら別人だったよみたいな。じゃあなんであんた、マスクつけて、スタイリッシュヌーブさんはやっぱマスクつけて歩くんやな、みたいな。まあ俺インフルエンザになるのは怖いんだけどね、その時は。スタイリッシュヌーブさんマスクつけて歩くの怖いんやな、みたいな、姉貴に。じゃあマスクつけて歩くんやな、みたいなこと姉貴に言われて。まあ、顔バレるもんな、みたいな。スタイリッシュヌーブさんは、みたいな感じで。この前、スタイリッシュヌーブさんおると思ったら、別人やったで、って。本当にパッと見だったら、似とる人間めっちゃおるから気にせんでいいと思うよみたいな。よく見たら違うんだけど、パッと見だったら同じような顔の人めっちゃいるって言われた。購読ありがとうございます。姉貴に俺スタイリッシュヌブって言われるよ。いや普通にユータかスタイリッシュヌブだね。ユータって言われる時もあるけど、スタイリッシュヌブって呼ばれる時も結構ある。スタイリッシュヌブはさみたいな、3割ぐらいはスタイリッシュヌーブって言われるね、なぜか姉貴に。おかしいだろ。今いたんだよな。あ、いた。レベル3ヘルメット感謝します。
レベル3じゃないこれ。あっちマジで。あっちマジでこれ。あっちい。これあっちい。レベル3。結構当たってると思うけど。せやな。おいしい。助かるわ。いやマジで。コーラばっか飲んでるわ。やっぱ東海テレビさんさすがでさ、控え室にさ大量のペットボトル、大量の2リットルペットボトル置いてあんの。うん、東海テレビさんすごいわ。やっぱもう出演者のことを思って大量にジュース置いてくれてんの。2リットルコカコーラもう俺一人でほぼ制覇してたからね。俺しか飲んでないんじゃないかってぐらい俺コカコーラずっと飲んでたんだけど、さすがだわ。コカ・コーラうますぎるんだよな。マジでうますぎるんだよな。やめられん。最近特に。中毒性がやべえ。今もだって、これ 1.5 リットルか。いや、うん。今もだって俺もう、今日買ってきたコカ・コーラあと500ぐらいしか残ってないよ。3分の1ぐらいしか残ってないんだけど。1日で 1.5 リットル買ってきたの飲んじゃうもん俺。うますぎる、これは。マジでうますぎる。もう本当に怖い。今ちょっと適当に上がっちゃったけど、暑いな。車ある。助かるわ。コーラはロミオさん100ビットありでます。500ビットありでます。コーラは赤コーラしか飲めません。俺赤コーラだね今飲んでんの。コカコーラの赤いラベルのことでしょ。この赤いの見た瞬間喉乾くもんな。唾液出てくるもんね。コカ・コーラの赤いボトル見たら。やべえみたいな。ジュルッとくる。ジュルッときたって感じだよ。ストリーマーブースからさ、アバ VS、デトネーター VS デトネーター見てたんだけどさ、違うわ。何言ってんだ俺。いや、合ってんだけど、レジェンド VS 現役。見てたんだよね。ストリーマーブースから見てたんだよね。割と特等席だけど、すげえ面白かったわあれ。俺らが配信する様子を会場にいた人たちがめっちゃ写真撮ってたわ。なんかもうガラス張りなんだけど超見せ物小屋みたいな気分だったわ。めっちゃ撮られてたから。ニッシーさん1000ビットありがとうございます。NEF 見に行きました。
とても楽しかったです。本当にお疲れ様でした。感謝します。 ありがとうございます。お越しいただき本当に感謝の極めでございます。とても皆さんのおかげでとても良いイベントとなり大成功となりました。本当に配信で見てくださった皆さんと会場までお越しくださった皆様ありがとうございました。感謝します。そうだね、スタン・スミスさん、岸タイガーさん来てたからな。俺来るのは知ってたんだけどさ、前日のリハーサルでさもう気づいたらいなかったんだよね。岸さん、岸タイガーさん気づいたらもういなくてさ、挨拶しときてえなぐらいに。でもウィニングイレブンの実況で出てたんだけど終わっちゃったから、もうもしかして帰ったのかなと思って探してたらちょうど遭遇してさ、その時に、まあ、ストリーマーブースの話してて、まあ、いろいろあったんだよね。本当は俺は出るあれなかったんだけど、まあいろいろあって、まあ俺が出た方が話が丸く収まる事態が起こっていろいろあってね、じゃあまあやりましょうみたいな、スパイアと俺とショボスケさんとスタン・スミスで、じゃあ岸タイガーさんで、あ車壊れてマジか。ストリーマーブースで配信した。岸さんと会ったのいつぶり？ C4 ランの時以来だな。 C4 ランの時に会ったな、岸さんとは。岸さんって言い方やだな、マジでやだなって。昔働いてた時に俺の名前を覚えてくれない人がいて、俺のことすげえ気に入ってくれてたんだけど名前だけ絶対覚えてくれない人がいて、俺のことを岸君って言うんだよね、なぜか。あ、タイヤないやんけ。それを思い出してしまう。なぜか俺のことを絶対岸君って呼ぶ人がいて、最後まで俺のこと岸君って呼んでたんだよ、その人。覚えてくれなかったな、お前。岸さんって呼びづれんだよ。そろそろ残り14人、なんか早いな、こんなもんか。KRGP はマジで開幕激戦区に降りる人がたくさんいて、上位争いを放棄している連中がたくさんいるから、 KRGP は若干他のサーバーと比べて減るの早いよね。マジで上位争い放棄してるだろう、あの連中。もう数に入らないプレイヤーたちが20人ぐらいいるからね、アンノーンプレイヤーたちが、名もなきプレイヤーたち、どこかでひっそりやられていく。20人はいるね、名もなきプレイヤーたちが。だからこんなに人減るの早いんだ。あらら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 、ら、いいんですか。ナミシーさん1万ビットありがとうございます。差し入れ持っていかなかったの激しく後悔です。これで何か買ってください。二度もすいません。あららららら、ありがとうございます。なんか音がする。いいんでしょうか、いただいてしまって。ありがとうございます、本当に。また、グレネード持って死んだかも、この人。大丈夫だな。いや、そんな、そこまでお気遣いいただき、ありがとうございます。逆に、いや、もう本当、謝らんでください。
僕が圧倒的に礼を言わなければいけない立場なので、ありがとうございます。本当に感謝の極みでございます。この人のために今扉壊してグレ投げようとしてたね。悪いな。本当にありがとうございます、ナミシーさん。1万ビット貸します。またジュースまで飲まなくていいや。ちょっといくつか今読み漏らしあったので、これ終わったら確認させていただきます。購読ありがとうございます。感謝します。ナミシーさん、そのままの流れで購読ありがとうございます。本当に、なんと俺を言えばいいのやら。本当にありがとうございます。感謝の極みでございます。車が止まってる。なんやこの車。感謝します。コリアウルフ、こっちは名古屋ウルフじゃ。俺は名古屋の狼だ。ここマジ強ポジ。熱い。アビオに入ってない。ここ強ポジだと思ったんだけど、どうだろう。ここ強ポジだな。ちょっとギリギリに行くわ。ちょっとここにこもるわ。ああいうイベントってさ、とりあえず行くかって人もいるのかな。全くデートネーターを知らなくても入ってきてくださる方とかっているのかね。まあ、いそうだよね。全く知らないってわけじゃないけど、まあ、事前に知って、あ、そういう集団がおるんやって言って。まあ、デトネーターっていう母体がでかいな。マジで。これほどいろんな企業様にスポンサードされてて、まあそういうチームとして動いてるっていうあれはでかいな、本当に。なんとなくゲーマーが、なんか配信者とかゲーマーが集まっても、ここまでのものにはならんよ、やっぱり。デトネーターっていう母体がなければ、よくわからん、あれとして見られてしまう、集団として。え、それがめっちゃ近くにいる。いたわ。これやばいな、行くしかないな。なんだこいつ！ナイス！俺が今一番倒してほしい人を倒してくれた。サンキュー！助かったわ！ラストワン、今銃声聞こえた。こっちだ。俺がどうしても今倒してほしかった人を倒してくれた。勝った。ん？どこだ？もう場所バレなんてクソくらいで、クソくらい失礼。場所バレ上等でいくわ。どうせバレてんだろう、もう。見えないな。こっちだと思う。俺の見てる方向だと思うんだわ。購読ありが前とうのござい木来てえな。あの木。ます。あの木来てえ。ん？いや、後ろではないと思うんだよね。絶対こっちじゃなかった、銃声。いや、俺聞き間違えたか。あんまり決め打ちしない方がいいか。ちょっと安全策行った方がいいか。決め打ちしたら有利なポジションだと思うけど、ちょっと安全策の方がいいな。いやでもこっちだと思うんだよな、絶対。
絶対落ちたと思う。え？あれ？そこっぽいな。あの木の裏か。あの木の裏らへんっぽいな。熱い。グレ来たら死ぬからな。ただ。あの木の裏じゃないかなと僕は思います。やばい、ここ車の裏マジ怖い。当たったわ。当たったわ。敵の姿見ることなく終わった。終わったんだけど、ピンポイントでグレが当たっちゃった。